セレブロは、ロシアの3人組女性歌手グループである。ロシアの音楽プロデューサーであるマクシム・ファデイエフと、音楽オーディション番組、ファーブリカズ・ビョーズドの参加者でありユニットの中核メンバーであるエレナ・テムニコワによって2006年に結成された。現在は、オルガ、カーチャ、タチアナからなっている。欧州最大の音楽祭典、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2007に出場。 ソング1を歌って3位を獲得した。すでに、スタジオアルバム、オピウムロズとママラは制作した。さらにシングルは9曲配信し、うち4曲は、ロシアのラジオチャートで首位になった。ポップス、ポップロック、ユーロポップ、トリップホップや、エレクトロポップを歌う。ユーロビジョンソングコンテスト2007で、マリナ・リゾルキナ、エレナ・テムニコワ、 オルガセリアブキナロシアの音楽オーディション番組、ファーブリカズ・ビョーズドマイナス -2 に出場し、そこで、マックス・ファデー・エフと出会った。ソロで数曲収録した後、エレナは、ソロの道を捨て、女性3人組グループを結成することにした。2007年に、オット・フニシのインタビューでエレナはこう話した。4年かけて、ファデー・エフと将来の方向を模索していました。そして、マックスが、 セリブロと名付けた現在のプロジェクトを2006年に思いついたんです。2005年から残り2人のメンバーを探した。オルガはファデーフの別プロジェクトイラクリのバックボーカルをしていたが、その時にエレナと出会い、ユニット参加を提案した。3人目のメンバーマリナはファデーフによってネットで発掘。2006年に結成し、リファーサルを始めた。 ファーストシングルオンエアは2008年を予定していたが、それまでにリハを終え、楽曲を録音しなければならなかった。2007年ロシア公営テレビチャンネル1のプロデューサーがマックス・ファデーフに当時手掛けているプロジェクトについて見せるように依頼、ファデーフはソング1のデモテープを渡した。数日後電話があり、ユーロビジョン2007ロシア代表戦でセレブロと実際に会いたい。 という旨の回答があった。代表戦は3月10日に行われ、満場一致で当時無名のセレブロを送り出すことに決めた。3月14日に同局が、ラジオ局、ヨーロッパプラスでオンエアされた。その後、ビデオクリップを撮影し、その中の数コマが1 t v で放送される、ユーロビジョン2007の CM に使われた。ユーロビジョンソングコンテスト2006で、 ジーマ・ビラーンは兄という結果だったので大会規定によりセレブロはシードされ決勝戦のみ出場できた。決勝戦は2007年5月12日にヘルシンキのハートウォールアリーナで行われ3人組としての最初の公演となった。セレブロは15番目に出場し視聴者投票で207ポイントを獲得し3位になった。最先のいいスタートを切ったセレブロは ロシア国内のみならず、欧州諸国で好評を博した。デビューシングル、ソング1は、ロシアのラジオチャートで主要ダッシュ。またスウェーデン、デンマーク、スイス、ラトビア、英国の公式チャートにランクインし、全英シングルチャートでは、ソング1は、初登場97位を記録した。2007年6月にロシア5番、ソング1をリリースした。同年リリカルなバラード、や、 ポップロック調の英語曲、What's Your Problem もリリース。2007年末には、マトベラ社ミューズコワーズや、ZD アワーズで最優秀デビュー賞を獲得した。国際音楽表彰式、ワールドミュージックアワーズでは、ロシアで最も売り上げを伸ばしたアーティストと認められた。新聞、コメルサント紙の評価では、その年の発見と名付けられた。また、ノービエペースにオグラーブノム。 ゾロトイグラマフォン、ペースニアゴーダでも受賞した。2008年春に各国のラジオ局に新曲、オピウムをリリースした。新曲のビデオクリップはマックス・ファデーフが監督した。また、同曲の英語版、ホワイも収録した。2008年11月に新曲、スカジーネ・モルチーをリリース。翌月のラジオチャートで13週も、首位を獲得した。 前年最優秀グループ賞を授与した MTV ロシアミュージックアワーズが2008年11月に行われ、そこで新曲サウンドスリープをリリースした。2009年4月25日にデビューアルバムオピウムロズを発売した。同アルバムにはシングルカットされたソング1他メンバーのソロ曲や英語版の曲も含まれている。 各国の音楽情報誌そして世界で権威ある音楽情報誌ビルボード氏はセレブロのデビューアルバムを今年最も待望のリリースと名付けたアルバムのプレゼンテーションがモスクワ市西部のポクロンナやガラーで行われ7万人のファンが動員された2009年6月にマリナが脱退代わりにアナスタシアが加入し、を収録した同曲はオルガが作詞を手掛けた わずか1日で音楽チャートポータルサイトタフィットで複数ラジオ局からの記録的な視聴ダウンロードがあった。9月には権威ある FM ラジオ局モスクワ .fm のヒットパレードヘビーローテされた曲ベスト100で第1位になった。そしてトップヒット10ウィークリー、10オーディエンスチョイス、10モスクワウィークリーでも頂点に上り詰めた。2009年12月に エレナが脱退するという噂がネット上で飛び交った。その噂の根拠はマクシム・ファデーエフの弟で作曲家であるアルチョム、ファデーエフとのロマンスがエレナのグループ活動を断念させたというものだった。11月30日に公式サイト上にてキャスティング外に関して声明はあったがメンバー変更についての公式声明はこれ以上は続かなかった。つまり、 セレブロは従来のメンバー、エレナ、オルガそしてアナスタシアの3人で仕事を続けている。2009年末にセレブロはのヒットでゾロトイグラマフォーンから3度目の賞を受けた。また、モペースニャゴーダから表彰され、その会場であるルーチシエペースニのコンサートに参加した。2010年4月19日に新曲を収録した。 そして5月26日にビデオクリップと同時にリリースされた。クリップは国内の各音楽テレビで頂点に達した。8月4日に同曲の英語版、セキシ赤信優を発表。8月に音楽祭典、ノーバヤ・バルナ2012ゲスト参加、ロシアの国民的音楽家、ダビド・トゥフマノフに捧げられたゆうべでオリジナル版、グッドナイトを歌った。9月に m t v マ2 0 1 0でプレステージプレミア賞にノミネートされた。10月には国際音楽式典ビデオミュージックアワーズ2010で5部門にノミネートされた。投票によりのクリップがベストインターナショナルビデオ賞を受賞した。2010年11月にロシア版ビルボード氏の表紙を飾った。2010年11月1日にタフィットで新曲 税を公開した。12月に音楽祭典、ペースニャゴーダに再度出場した。その際オルガは、セレブロの曲とユーリア・サービチェバの曲の作詞が評価され、表彰された。2011年7月30日にヨーロッパプラスライブの祭典で新曲ママラバーを発表した。8月5日にラジオ曲ラブラジオ DFM で特別公開した。 その後ロシア5番がリリースされた。2011年9月15日に YouTube にビデオホスティングがある音楽ポータルサイトエロでのビデオクリップが公開された。たった4日間で28万回を超す視聴回数を達成し、10日間で100万回を超した。メディアに M と連歌 RU によればはロシア国内デジタル配信で首位に立った。 チャートポータルサイトタフィットトップ100の CIS のラジオ、視聴者のリクエスト部門で9週連続で第1位になり続けた。スペイン、イタリア、ベルギー、チェコなどの欧州の公式チャートにチャートインし、特にロシア、イタリア、スペイン、メキシコ、ウクライナ、ベラルーシで1位を記録した。同年5月に欧州諸国へプロモーションツアーを観光、テレビ番組やラジオ番組に出演し、 地元メディアの取材を受け、フォトセッションにも参加した。2012年6月19日に、全曲英語のデビューアルバム、ママラバーを世界同時発売し、6カ国で1位を記録した。2013年3月20日に、このアルバムは、セレブレーションのタイトルで、日本で発売された。エレナの話によると、アルバムは欧州でリリースを意図されたもので、 ロシアでの販売はないそうである。同年8月に音楽テレビ局 RUTV の音楽表彰式でノミネート数においてリードし、9月29日にママラバーが最優秀ダンストラック賞を受賞した。また同月に MTV、エマの最優秀ロシアアーティスト部門にノミネートされていることが知られるようになった。2012年9月にセレブロはメキシコを訪れ、 ラジオに生出演し、ファンのためにサイン会を開き、エルクラン・コンシェルト大コンサートに出演し、また、ロシアの音楽テレビ局 MTV の恋愛バラエティ番組のロケに参加した。10月4日にイタリアのレーベルエゴの公式チャンネルで、新曲、ガンのビデオクリップを公開した。その8日後には視聴者数がすでに100万回を超えた。10月11日にアルバム、 ママラバーはロシア版をリリースした。欧州版との違いは、収録曲、ガンがロシア5番になっていたことだけだった。10から11月に公演を積極的にこなし、イタリアやロシアを回った。11月4日に番組、でセレブロはアルバムから、パラダイスを披露したが、その後その曲はシングルカットされなかった。12月4日、エゴ公式チャンネルで、ガンの ビデオクリップを公開した。12月にもセレブロがワールドミュージックアワーズ2012のベストグループ部門にノミネートされたことが伝わった。年末メンバーは全ヒットパレードのコンサートに参加し曲で表彰された。2013年初めに行われたラトビアのウェビデオミュージックアワーズで7部門ノミネートされた。2月14日に行われた。 音楽祭典、ビッグラブショー2013で次のアルバムに収録される新曲、セクシーアスを披露した。これは2013年4月にロシア国内にリリースされた。2013年2月末に日本の EMI Music Japan と契約を交わした。3月19日に日本でプロモーションツアーを始め、3月20日に東京でアルバムママラバーの日本版。 セレブレーションをリリースした。8作目のシングルママラバーは日本でデビューシングル恋はママラバーとしている。現在は西側音楽市場の開拓を計画していて英国のレーベルとも契約する予定。4月には米国にもプロモーションツアーする。また4月にはサードアルバムリリースも控えている。2013年9月28日アナスタシアが ソロ活動を理由に脱退。同10月3日、後継として、ダリア・シャシナが加入。2014年5月、エレナが脱退を発表。当初は12月の予定だったが、妊娠したために脱退を早めた。後継が見つかるまでアナスタシアが一時的に復帰した、ものの、ポリーナ・ハボルスカヤが加入したため、オルガ、ダリア、ポリーナの3人体制となった。 エレノのセレブロにおける最後の曲となった2014年発表のリバースは彼女たちの別れを歌っておりビデオクリップでも悲しみの様子を見ることができる2016年4月ダリアンが健康上の問題及び手術を理由に脱退同月後継としてカーチャキシュークが加入2017年8月ポリーナが脱退翌月タチアナ・モルグノワが加入 2018年10月9日、最後のオリジナルメンバーであるオルガが自身のインスタグラムにて2019年にグループを脱退することを発表。スタジオアルバム iTunes デジタル EP シングルスタジオアルバム曲。ありがとうございます。